ありがとうございます。選択画面タイヤ TE37 ソニックを選びました。タイヤローテをして、タイヤ表裏ピカピカにしたんですけれども、ついでに全体をタイヤぐるぐる回して点検しました。溝も全部、なかなかタイヤを外すこと、こういうことをするときしかないので、じっくりと点検をしてみました。よければチャンネル登録をよろしく。ターボアルトラン。ということで本編、突然ですがタイヤローテーションのついでにいろいろやりました。作業、車庫帳を掃除したり、ハブリングを入れてすっきりしました。タイヤをじっくり点検もしました。タイヤは外さないと裏とか溝点検清掃なんかがなかなかしないんで、こういう時にしかしないことやっておこうと、せっかく外したんでピカピカついでにタイヤのチェックしっかりと点検してみました。溝の点検をしていたら、石以外にもガラスの破片も挟まっていました。一周ぐる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 見ていたら、ん?と思いました。なんやこれ、刺さってる、何か刺さってる、あっちゃ、これ釘や、マジかって思いました。これ抜いたらプシュー言うんちゃうかと思いました。砂利の駐車場とかに止めたからかもしれません。こんな感じに溝に刺さっていました。溝の高さまで頭が来ていましたので、だいたい8ミリぐらいの釘の半分が刺さっていました。溝が4ミリから5ミリ、多分タイヤの厚みを考えると貫通はしていないとは思いますが、一応中性洗剤で穴の部分を探して、泡は空気が漏れていないかチェックしてみました。かなり細い穴なんで、プクプク空気は出ていない感じがしました。この動画を上げるときにはもう2週間ぐらい経っているんですが、でも空気の圧を目視点検と空気圧の点検を、様子を見ようと思います。大丈夫そうですね。空気はプクプク言うていませんでしたよ。10月3年目車検でタイヤ交換時期なんで、街乗りのタイヤまたいろいろと探して、消耗品なんでそこそこのタイヤで選んで、またワクワクしたいと思います。車検まではこれ履きたいなって思っています。走行距離は1万1000キロ台、そんなに走っていませんが、年数が3年、もうすぐまだですけど経つんで、タイヤは劣化します。交換しないといけない消耗品なので、とりあえず
水洗いでひび割れしないように、洗いすぎないように、まめにお手入れをしようと思います。タイヤの表面っていろいろ刺さるんですね。点検しないとわからなかった釘が刺さってるなんて。溝の方は100円玉の数字が見えているんで、もう3、4、5ミリあるかないかかもしれません。とりあえずローテーション車購入して2回目ですが、また前後入れ替えて気持ちよくタイヤを使い切りたいと思います。ウキウキ、いやワクワク、ワークレーシング。手が冷たい。最後までご視聴ありがとうございました。溝も減って出ますね。スリップサインも出てる。しっかりと水洗いをして、あと半年ほど持てばいいかなって思っています。良ければグッドボタン、良ければチャンネル登録をよろしく。せっかくなんでターボアルトラン打ったんで、リピートで流したいと思います。ゲーム動画はアルトワークス DIY には関係ないので、あんまり人気はありませんけれども、私はこういうゲーム大好きなんで、ワークスくっつけるとワクワクしますよ。まるでモンスタースポーツのシフトノブで操作しているような、体感ゲームをしているような感覚になります。ナロリのステアリングも操作しやすい、ターボもバックタービンもビュンビュン言ってる気分味わえましたよ。ワクワクワークスレーシング、ありがとうございました。